小島は北海道厚岸群厚岸町の沿岸、大黒島の北に位置する島。各地にある小島との混同を避けて厚岸小島と通称される。昆布漁の拠点として拒否のみ、季節的な居住人口があり、北方領土を除く道東地域、また北海道太平洋岸における唯一の有人島となっている。アイヌ語の名称はポンモシリで、文字通り小島を意味する。 明治期までは小大黒島の名でも呼ばれていた。太平洋に突き出たあっ半島の南岸、ピリカオタ集落からわずか 1km ほどの距離にあり、南隣する大黒島までの中間地点にある。その名の通り、周長 800m ほどの小さな島で、面積は48,250平方メートルと、大黒島の20分の1程度しかない。 地島海流の影響を受けるため気温は低く、特に5から8月にかけては、北海道東部特有の濃霧の影響を受け日照時間が短い。口述のようにかつては樹木の植生があったが、今は一本の樹木もなく、岩山の斜面には雑草が茂り頂部にわずかにハマナスが繁茂している。動物は8月頃瞑想のため飛来する、海つばめ岩ツバメが主なものである。 本土の厚岸町、釧路町、浜中町の海岸線一体とともに1955年に厚岸道立自然公園に指定されている。島の東部は27メートルの岩山が屏風のようにそそり立って、外側は断崖になっており、西側は急斜面で砂礫の平坦面に接している。この平坦面は中世大白亜層の海食台に砂礫が堆積したもので、 一部ではひどく会食を受けている箇所もある。島の周囲には会食を受けた岩盤が岩礁として残り、良好な天然の昆布礁を形成している。昆布漁には保守場の確保も重要な条件であるが、島の砂窄面はその適地となっている。人口は2015年の国勢調査で6世帯12人が登録されているが、昆布漁の行われない陶器には無人島となる。 北海道の太平洋岸の主要な島としては、厚岸の二島の他に、室蘭市の大黒島、浜中町の県木,木島、根室市のゆるり島、もゆるり島、ともかず島などがあるが、いずれも無人島であり、季節的にせよ、居住者があるのは厚岸小島のみである。島民は、冬の間は、対岸の床深に暮らし、春の海明けと共に小島に渡って様々な漁を、行う。 一家層での作業で初夏から夏の終わりまでに年間の収入を稼ぎ上げる。昆布漁の行われる7月から9月には4 0余席の漁船が小島横のスタートラインから一斉に漁場へ向かう光景を見ることができる。目立った施設としては岩山の山腹に五福島神社があるほか山上まで津波や高潮の際の避難階段が設けられている。 1970年代に並行した小中学校が公民館に転用されている他には医療、消防などの公共施設や商店などは立地していない。2008年まで簡易水道の飲料水、供給施設があったが、現在は海底送水による上水道事業区域に統合されている。電気は本土から引かれた海底ケーブルにより送電されているが、通信については、 通信ケーブルが未敷設のため、無線方式による通信となっている。本土までの所要時間は10分程度であり、日常生活圏は本土とほぼ一体化している。なお、島内には整備された道路は存在せず、もっぱら徒歩による移動である。本土からの定期線はなく、連絡はもっぱら自家用の漁船に頼っている。学校がないため、 二重量子世帯の小中学生は夏休みを除き、親元を離れて、本土で暮らすこととなる。また、大黒島と共に、日本郵便の定める交通困難地に該当し、郵便物は配達されない。観光などで、外部者が放島する場合には、厚岸漁港などからのチャーター船以外の方法がないが、本土側にピリカウタ展望台があり、島の全景を一望することができる。 ピリカウタから望む小島、大黒島は、あっ市町の観光重慶にも選ばれている。幕末期の松浦武次郎、土の絵馬日誌には、本模尻獣愛活府より、本二十町、周囲十町の丸木島なり。本模尻とは、小島と雲儀。上に、赤用王子との記載があり。また別に、小島は、周八町、南岩祖にして、気願族たり。赤用、 カバのソナレシモの一面にうまたりと説明している。明治初期に編纂された、くしろこ指定用には、大国島は、産物昆布、夏中あっけしより、漁民出張とあり、小島についても、州庁以外は、大国島と同様とされている。1869年、キューバ商家を委任山田文衛門の雇い人だった、林佐十郎ら3名が商大国島の漁場を与えられ、 対岸の床単に土着した。明治初年の頃は、アイヌ人が十数個定住して、昆布採取に従事していたようである。1982年頃、川崎市を皮切りにして、越後や函館からの移住者があった。1897年には、小大国島に9個、大国島に2個の住民が報告されており、その後も、昆布採取のため居住者があった。 1890年代末から1900年代には、二神の法領時代を迎え、個数40個を数えて、盛況を極めた。1904年には、簡易教育所として、学校も設立されている。その後、二神の漁獲減少に伴って個数が減少したが、それでも、大正から昭和の初めには、たら釣り漁業、二神イザリモ漁業を行う家もあり、 個数24人口140人の時期があった。それも不振に陥ると、再送を主とするようになって、1969年には魚川10個まで減少した。大黒島は戦後早い時期に無人化しており、1950年に中学校が小島に移転統合されている。1963年、北岸に護岸工事が行われるとともに、 共同自家発電形式で初めて島に電気が開通し、同時期にはテレビも前後に普及した。1972年には海底水道管も付設されている。この頃には通年の定住者があって人口圧も高く、島内での自給が困難であったため、対岸の末広、床深などで素材の出作りが行われていた。当時日本海沿岸の漁村では、 両寒気の出稼ぎが多かった中で、この島では沿岸での昆布採取と、ニシン漁、酒マス流し網漁で、平均200万円を稼ぐことができた。1955年には12世帯98人、1957年には、学校の児童数30人と戦後のピークを迎えたが、その後は一貫して、人口減少が進み、島民の文化センターの役割を担ってきた。 小中学校は1975年に閉校した。この頃から、島民は通年定住から季節居住へと転換している。今日では、島の居住人口は12人を数えるのみとなっている。ありがとうございます。